界のモンスターズ、突如として異世界に転生したらスライムだった剣、迫り来るモンスターアキストラッシーはこの異世界で生き残ることができるのか。元の世界に戻るために二人は旅立つのであった。なんもないよね、この辺で。ほんと荒野ですよ。もう宝箱もなければ壺もないし、モンスターも出てこないし。明石くん。はい。ちょっと足早いよ、君。スライムの足に合わせて。いや、違うんですよ。僕が早いんじゃなくて、ラッシーさんが遅いんですよ。違う。君は足が長いからって調子に乗ってるんじゃないぞ、君。ちょっと待って。ちょっと待って。あ、ラッシーさん。なんだ？人が襲われてます。ああ、ほんとだ。やめてくれー。誰か、助けてくれー。あれ、助けてあげないと。急げ。ゴー。マジ大丈夫か、ジジイ。おい、ジジイさん、あ、めっちゃやられてるぞ。助けてくれー。スライムの胸に俺が突っ込んで、俺が分かんなかったら、気をつけて。俺は倒さないで。頼む。よーし、ジジイを守るぜ。強いな、アクシー。なかなかいいじゃないか。おい、ちょっと誤爆すんだよ、マジで。俺、一生懸命スライム倒してるから。ほら、スライム。スライムがナンバーワンじゃーい。あ、アクシー。なんか活躍してんだ、超強いな、アクシー。まあ、そうなんですよね、天使なんで。ラッシーさんまだ一体も倒してないっすよ。いや、やっぱり強いんですよ、このスライム。助けて。いけ。よっしゃー。倒した。じいさん、パンチで倒した。じいさん、大丈夫か？大丈夫か、じいさん。おい、じいさん、大丈夫だったか？危なかったな。怪我してねえか？わしが有名なモンスターじいさんじゃ。なに？わしを知らん？まあいい。それより、助けてくれてありがとうの。意外と大人の対応してくれるのね、このおじさん。初めの出だしと違くて。びっくりした。初めの範囲よくわかんなかった、ね。まあだったね、あれ。ところで、この辺に村はないか？町か。町と遠いぞい。まあなんじゃ、日も暮れることだし。とりあえずは、わしの牧場へ来んか？助けてくれたお礼に茶でも出すわい。まあそうか、じゃあちょっとお言葉に甘えるか、アキシ。そうですね、午後の紅茶飲みたいっす。午後の紅茶はねえだろ。午後の紅茶飲みたいっす。ないだろ、この世界に。あ、両方あるぞ、午後の紅茶も紅茶家電も。あんの？とりあえず、わしの牧場行こうかの。お、行こう。いやー、しかし牧場か、楽しみですね、ラッシーさん。っていうか、ジジイ足速えな。逃げれたんじゃね。待って、あの実力だったら。ラスキーチャンネル。ああ、すっかり日が暮れてしまったの。だがもう着くぞい。これがわしの牧場じゃ。いい感じの牧場っすね。どうじゃ、わしの自慢の牧場は、なかなかいいところじゃろ。おい、じいさん。おい、メタルドラゴンいるじゃん。わ、すげえな。強いのいるじゃん。すごいじゃねえか、ここ。わしの秘蔵っ子じゃよ。どうじゃ、かっこいいじゃろ。めっちゃかっこいい。あれ？ラッシーさん？ちげえよ、それ俺じゃねえ、俺はこっちだ。ああ、そっか、横にいる。わかんなくなるんですよ、全く同じなんで。おい、間違いんだよ。ところでじいさん、あんたこんなモンスター飼ってるなんて何者なんだよ。よくぞ聞いてくれた。わしはかの有名なモンスターじいさんじゃぞ。どうやってるけど、聞いたよそれは。モンスターの言葉を理解し、操ることができる。モンスターマスターでもあるんじゃ。モンスターマスター？そうじゃ、モンスターマスターじゃ。これから旅を続けるのであれば、モンスターを仲間にし、配合を重ね、強いモンスターと戦えるようにしなければ、あっという間に死んじまうぞい。え？そんなこと俺たちにもできんのか？むずそうっすよね。モンスターを仲間にするなんて。あ、お前もうモンスター仲間にしてるな、そういえば、アキシ。あ、え？え？そうですか。俺、ほら。ああ、そうか。俺。そうですよね。今は魔物ですもんね。そう。あれ、あ、じゃあもう、モンスターマスターか。あ、これはもしかして、モンスターマスター、はい、の可能性が？そうじゃ。初めから見抜いたったぞい。お主ね、なかなかモンスターマスターの才能があると思ったんじゃ。そうじゃ。まあ、モンスターに襲われてるふりをしてれば、お主たちのその素質をね、見れるかと思ったんじゃよ。本当にそうじゃ。本当にこいつ強えのか？いやー、ただのじいさんにしか見えないですけどね。そうだよね。ただのじいさんですよ、こんなの。いや、絶対適当ぶっこいてるよ、こいつ。明らかに、だってさっきやられてましたもんね、普通に。そうだよね。その時にやってましたからね。そうだよ。
なんじゃなんじゃ疑っとるのか？あ？やんのかおら。いや、やんのかやってやるよ。やってやるよじゃあ。何がモンスターマスターだよ。すごい結果早いなこのじいさん。どうせモンスターなんか操れねえだろ。おやっちゃうぞわし。いいのかいいのか。おらじじい。お主らなのちょいちょいのちょいやぞ。握手握手。大丈夫か。あとはスライム君だけじゃの。握手の敵へゴー。弱いの。よくそれで喧嘩売れたもんじゃわい。ジジ強すぎんぞ。まあ、せっかくのこれから配合しようと思ってたのにの、残念じゃの。このメタルドラゴンとスライムを配合、まあ、すなわち合体させてだな、強くしようと思ってたんだけどの、そんな塩辛い対応じゃちょっと見せられないの。え、何配合って何、配合見たい見たい見たい、なになにそれ、見たい見たい、え、ちょっとおじいさま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 イケメンイケメン頼むよ。よく見たらニコラスケイジに似てるな。褒めてるっすね。そうですよね。褒めてる。あ、まあニコラスケイジか、まあまあまあ悪くないろ。そしたらの配合を今から見せてやるんで、よく見ておくんじゃぞ。よし、配合をするか。ちょっと待てよ。お主たちの戦いぶりをちょっと見たくなったわい。さっき戦ったじゃねえか、じじい。いやいやいや、ちょっと待つんじゃ、スライムよ。よし、わしの可愛いメタルドラゴンよ。遠慮はいらん。こいつらを八つ咲きにしてしまえ。八つ咲き、八つ咲きって。いやいや、トレーニングでしょ、じいさん。殺す気だ、殺す気だぞ、こいつ。まあ、モンスターマスターの素質があるんじゃったら、メタルドラゴンにくらいには勝てないとの。メタルドラゴンって結構終盤に出てくるイメージ。いや、そうですよね。いや、今のレベルでこれいけんのか。うわー、もうこうなったらやるしかねえ。うわー、いくぞ、こいつ。めっちゃ強い。ちょっと待って、ラッシーさん、ラッシーさん、めっちゃ食われてる、めっちゃ食われてる、めっちゃ引っかかってる。いやー、やっぱ強いっすよメタルドラゴンは。あー、無理だよな、無理っすよ。よしよしよし、わかった。素質はどうやら、うん、あるようじゃな。今のでね、負けたけど、今のでよかったのか。負けちゃったけどいいの本当に。どういう展開。まあなんじゃ、半分はちょっとわしを疑った罰じゃわい。血が悪いな、こいつ。ちょっと性格悪いっすね、このじいさん。なんじゃ、もっと強いモンスターを出してもいいんじゃぞ。ごめんなさい、ごめんなさい。そしたらの、配合をやっていくとするかの。今回はこのメタルドラゴンとスライムを配合させようと思うんじゃ。この2体を配合開始じゃ。配合。めちゃめちゃ強いメタルスライムが生まれたじょい。よし、今のを見ておっただろう、アキシ。お主に本当にモンスターマスターの素質があるなら、配合なぞ簡単にできるわけじゃ。やってみろい。いやー、俺にはちょっとやっぱ無理なような気がする。だって盗賊だから俺、うん、モンスターブリーダーじゃないんでね。で、しかもモンスターいないしね、配合させる。いや、そうなんですよね。今のところ僕のモンスターはラッシーさんだけなんで、僕の持ちモンスターは。あれいつの間に俺は君の持ちモンスターになったんだい。いや、だってラッシーさん強くなりたくないですか。力が欲しくないんですか。力が力が欲しいか。ならばくれてやるですよ。ならばくれてやる、欲しいです。よし、じゃあちょっとやってみましょうか。ラッシーさんと何を配合させようかな。なんかないかな。あった、お前モンスター何にも持ってない。あ、何何、花がありますよ。ファイヤーフラワーみたいなやつ。え、めっちゃ綺麗じゃないですか。花はあるけど、これをラッシーさんと配合させたらいいんすよ。はぁ、お主の何か勘違いしとらせんか。花とモンスターが配合できるわけがない。よし、やってやるぜ、モンスターミックス。できたー。ラッシーさんはスライムベスになりましたよ。すごい。できちゃった。バージョンアップした。イエーイ。自分の姿見えないけど視界が赤い。視界が赤いですよね。なんて言ったってスライムベスですからね。赤いですよ、すごい。すご
んなバカなことがあるわけないわい。いやーじいさん、俺才能あるみたいだわごめん、なんかもう教わることないっぽい。戦いの才能はまるでないが、グランドマスターの素質があるかもしれん。昔聞いたことがあるわい。モンスターとどんなものでも配合できるという伝説のグランドマスター。お主がまさかそのグランドマスター？伝説の？嘘じゃろ。ところでらしいよ、配合して性格強くなったんじゃ。どれぐらい強くなったかちょっと見せてみろ。おお、ちょっと気になってたんだよね。確かにそうですね。ちょっとやってみようか。よし、それじゃあモンスターバトルスタートじゃ。よし、行くぞ。わ、なんかすごいぞ、アクシー。なんか力がみなぎってくる、はい、魔法を使える気がする。すげえ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 。メラだ、メラ、メラ。おし、いけるいける。炎の超パワーアップしてる。めっちゃめっちゃ吹っ飛ばしてるじゃないですか、ラッシーさん。よしよしよし、これはかなりバージョンアップしたんじゃないか。よっしゃー、よっしゃー、スライムがナンバルモンジャー、アルティメットスキルの力だ。おーし、どんどん倒してるぞ。よっしゃー、イエーイ、倒したー、やったやったすげえ焦げてる、ラッシーさんの魔法で。めっちゃ強くなったぞ。やったぜ、これがスライムベスか。強っ。なんか炎の力を感じるんだよ、体から。そうでしょう。いやあれファイヤーフラワーだったみたいですね。ファイヤーフラワー、ファイヤーフラワーですよえ、そうですかよし、なんとかね、強くなることはできたよね。そうですね、うん、めっちゃ強くなった。これでなんかバトルは多分大丈夫だと思うから、しばらくは。うん、でもとりあえず我々がこう元に戻るためにやっぱりこの後街で情報収集するしかねえかな。まあそうっすかね、とりあえず街ですかね。うん、そうだな、街を目指そう。何を言っておるんじゃ、街なんかじゃそんないい情報は転がっとらんぞい。情報が欲しいなら街ではなくターマ神殿に行くと良いぞ。ターマ神殿？なあ、パクってんじゃねえぞ、おい。なんだターマ、ギリ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 アウトなんだよ。ちょっとエロいぞ。たわけが、ターマ神殿には賢者様がおるんじゃぞ。何でも知ってると言われてる賢者様に会いに行けばいいじゃろかい。ああ、賢者だってどうする？なんかもしかしたら何でも知ってるならラッシーさんが元に戻れる方法もわかるかもしれないですね。そうだな、俺らは世界、俺らの元の世界に戻る方法もわかるかもしれない。そうですね、一石二鳥ですね。ちょっと行ってみますか。行くか。じゃあちょっとターマ神殿目指すか。ターマ神殿そうですね、ターマ神殿行きましょう。そうだな、ターマ神殿ってどこにあるんだ、ジジイ。ここからはるか北の北の北の方じゃ。誰がジジイじゃ。よし、結構遠そうだけど、はるか北を目指して出発しよう。そうですね。あ、でもあたりがちょっと暗くなってきましたよ。今日はジジイの家に泊まるのがいいんじゃないですかね。しょうがねえな、泊まってやるか、ジジイの家に。ちょっと汚そうだけど泊まってやるか。泊まってやるか。ジジイ、このアルティメットスキル持ちの勇者がモンスターなんだっけ、伝説のグランドマスターが泊まってやるよ、じいさん。そうだ、泊まってやるぞ。この調子に乗りよって、お主らまだ自分たちの立場が分かっておらんようじゃの。ジジイ、うるせえ。ジジイ、これやろ。やめろ。やっぱり強え。ジジイ強え。戦闘神戦闘マジ神